ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。私がケーキを食べ終える。それでは試合を始めます。お茶かいね。たかがおやつの準備も結構大変だな。おい、そのチョイスはなんだ。エスカレーター組のセンスはどうにも理解できん。このセンスがわからんとは。外部生はこれだから困る。それに良し悪しを判断するのはあくまでもマリー様だ。私の選択したものが評価されたとき、ぜいぜい吠え面を書くことだな。ほら、泣いてみろ。何を、ねえ、二人とも、ここにいるのかしら。はい、安藤います。同じく、押田もいます。そう、ならちょうどいいわ。今日の練習が始まるから遅れないようにね。かしこまりました。貴様がくだらんことで突っかかってくるから危うく遅れるところだったんだぞ。おい、ボタンが一段ずれているぞ。君こそ人のセンスに文句をつけるとはいいご身分だな。おい、そのジャケット裏返ってないか。そんなバカなことが。あ、本当だ。よし、これで大丈夫か。そっちはどうだ。こっちも問題ない。じゃ、練習に行くか。そうだな。前進するぞ。前進。前進するわよ。攻撃を
ャー S3号行動不能。次はどれにしようかしら。練習中に食べるケーキと何が違うんだ。マリー様、あまりケーキを食べ過ぎるとお体に。戦車道をやると疲れるでしょ。それに美味しいんだからいいじゃない。糖分は大切なのよ。程度ってものがあるんじゃないですか。食べ過ぎると。って言った。おい、何をする。お体をいたわることも大切になさってください。マリー様に代わる方はいないのですから。ああ、そういうことか。そうね。今日はこのくらいにしてあげようかしら。試合終了。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。私がケーキを食べ終えるのと、あちらの白旗が上がるのと、どっちが先かしら。それでは試合を始めます。あなたたち、私を本気で守るように。フラッグはケーキと同じくらい大事なものよ。承知しました。私が身を挺してでも守り通します。私がすべて引き受けよう。君の出る幕はない。エスカレーター組はマリー様の周りで玉よけになっていればいい。私が相手をすべて倒してみせる。なんだと。やるか。はあ、もううるさい。落ち着きなさい、あなたたち。これはマカロン。ご名答。マカロンはね、2枚の生地でクリームを挟んでいるの。上がなくなったらクリームが口についちゃうし、下がなくなったらクリームが落ちちゃうでしょ。確かにおっしゃる通りです。よし、不本意だが、ここは協力し合おうじゃないか。分かった。気は進まないが、指一本どころか髪の毛一本でさえ通さんぞ。敵を見つけたの。全身するの。発射。あの先行。もう一度。
の装甲、美味しそうじゃないわね。停止！発射！全身あるのに？準備できてるわ。あの装甲、美味しそうじゃないわね。前進するわね。装填完了よ。通さないいい砲撃だった。 ARL の火力と君の指示が合わされば鬼に金棒だな。そちらこそ敵の意表をつくいい陽動だった。ソミアの機動力と君の指示が合わされば虎に翼だな。マカロンなくなっちゃった。次のケーキはまだかしら。試合終了。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。よろしく頼むぞ。それでは試合を始めます。隊長のこの絵としてふさわしいのは私たちだ。エスカレーター組は後ろに引っ込んでいればいい。外部勢にマリー様の護衛ができると思っているのか。そういう繊細なことは我々に任せておけばいいんだ。いいだろう。そこまで言うならかかってこい。私が隊長を守ってみせればいいんだろう。その一戦を全て負け犬の遠吠えにしてやろう。覚悟しろ。全敵フラッグ者を見つけたぞ。弾かれただと。Thank you.
能。なぜ勝てなかった。いや、なかなか危なかった。エスカレーター組もやるじゃないか。ブラマンジェとサボア、どっちが美味しいかなんて比べるのは意味ないじゃない。マリー様、そう言われると身も蓋も。何の話だ。そんなことも外部性はわからないのか。何をやるか。今日のケーキは何にしようかしら。試合終了。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。我々に続け。それでは試合を始めます。マリー様の右腕としてふさわしいのは私だ。外部生はおとなしく敵陣にでも突っ込んでいけばいい。そんな貧弱な右腕で何ができる。お前たちこそマリー様のそばでおとなしく震えていればいい。いいだろう。そこまで言うならかかってきたまえ。私がマリー様を守ってみせる。隊長の前で白黒つけてやる。覚悟しろ。敵車両撃て。命中したな。落ち着くの。前進する。一時方向から砲撃を確認した。撃て撃て！
ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。それでは試合を始めます。あなたたち二人手を組みなさい。は？二人で協力して私と戦うの面白そうでしょ。いくらマリー様のご命令といえどそればかりは聞けません。こいつと同意見なのは尺だが、こちらもそれは承服しかねる。おい、なんだ、まずいんじゃないかこれ。確かにちょっとまずいな。あの、マリー様？何？不本意だが、我々二人協力して隊長と戦うことにしました。あらそ、じゃあ始めましょう。前進するわよ。やればできるじゃない。最初から素直にやればいいのに。ありがとうございます。ま、言うほど悪くはなかったな。ああ、動いたらお腹が空いちゃったわ。マリー様、それならお茶会の用意ができてます。ケーキも数を揃えたし、ケーキ以外のスイーツもある。ケーキに合うエスプレッソも用意した。あらあらあら、それは楽しみね。ケーキやスイーツはどんなものを揃えたの？ケーキはモンブランにフォレノワール、
ガトーショコラ、フォンダンオショコラ、ガレットデロワ、他にもいろいろなケーキを揃えた。スイーツはマドレーヌにフィナンシェ、カヌレ、マカロン、クグロフ、他にも様々なスイーツを揃えました。クグロフもあるの？早くお茶会を始めましょう。お待たせしました。それではお茶会を始めましょう。とっても素敵な眺めね。ありがとう。練習の合間に準備した甲斐があった。こちらがクグロフです。ごゆっくりどうぞ。パティシエが腕によりをかけた黒缶ブッシュも後から出てきます、マリー様。幸せ。試合終了。